枝野さん、2019年統一地方選が終わりました。はい、いかがでしたか。お疲れ様でございます。私からは今日は何点もあります。まず最初に、統一地方選挙が終わりました。草の根の民主主義を掲げる立憲民主党にとっては、最前線で有権者の皆さんの暮らしの声に寄り添う自治体議員の仲間を増やし、草の根の声を受け止める地方組織を確立するという上で大変重要な戦いだったと思っております。全体では669名の候補者を擁立し、545名の自治体議員の議席を得させていただきました。特に後半戦の市区町村議員選挙では、公認した女性候補者が全員当選を果たし、パリテ実現に向けた一定の役割を果たすことができたと自負をしております。統一地方選挙をご支援いただいた皆さんに感謝申し上げたいと思います。ありがとうございました。地域によって状況の違いは大きいものの、決闘から1年半という短い期間の準備であったということを考えると大きな前進であったと考えております。特に決闘直後で十分なサポートが難しい状況の中、勇気を持って立憲民主党から立候補し、残念ながら惜敗をした皆さんに感謝をしたいと思っております。当選をされた皆さんとは、パートナーズの皆さんなど、より一層コミュニケーションを深めて、ボトムアップの政治をさらに前進させるため、当選された議員の皆さんと党本部連携を深めていきたいと思っております。また今回の教訓を踏まえ、中間選挙はもとより4年後の統一地方選挙に向けた候補者の発掘と地域での活動を前広に準備をしていきたいと思っております。2